2024年10月15日に発売されたメタクエスト 3S、 なんと今回メタ社よりご提供いただきました。このチャンネル続けてきてよかったということで、開封、設定例、体験した感想を中心にクエスト2やクエスト3との違いも交えながらご紹介していきます。皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、変える VR です。メタクエスト、旧オキュラスクエストが登場してから約5年、僕が初めて購入したのが2019年5月オキュラスクエスト、2020年10月オキュラスクエスト2、2022年に入りブランド名変更に伴いメタクエスト2に名称変更、2023年10月メタクエスト3、そして今回登場したメタクエスト 3S はクエスト2とクエスト3の中間に位置するスペックでありながら価格を抑えたモデルの印象です。最近はクエスト3ファミリーという名称で 3S128GB モデルが 48,400円、 256GB が 64,900円、 クエスト3512GB モデルが 81,400円といった税込み価格になりました。それでは開封と、その前に VR、MR って一体何なの？そしてメタクエストって一体何に使うの？この目的によって楽しみ方が変わってくると思います。そこで今回の動画と合わせて、過去にご紹介したメタクエスト2、メタクエスト3の開封レビュー動画、最近上げたクエスト 3S のスペック比較動画も参考にしてみてください。ちなみに 3S と3のざっくりした比較はこんな感じ。動画を停止してご覧になってみてください。それではメタクエスト 3S を開封していきたいと思います。今回ご提供いただいたのは 128GB モデル、ありがとうございます。クエスト3よりも少し箱が大きい感じですね。セット内容はクエスト2と同じメガネスペーサーが付属されています。タッチプラスコントローラーはクエスト3と同じものになりました。ペリッとペリッとシュッと引き上げる、それ開封の瞬間がたまらないんですよね。パカッと開いた、ちょっと失敗。見せ方いいな。ここに簡単な手順が載っていました。基本的にはスマホで QR コードを読み取って設定を続けていく感じですね。またメタクエスト3使用に必要なものは、メタホライズアプリを入れるスマートフォン、Wi-Fi 環境、メタアカウントの3つです。これはタッチプラスコントローラー、メタボタンに A ボタン、B ボタン、右サムスティック、左に移りメニューボタン、XY ボタン、左サムスティック、中指に当たるところがグリップボタン、人差し指がトリガーボタンです。クエスト2ではリングがありましたが、それがなくなり馴染みやすい手触りです。ヘッドセットに移り、大きな特徴が前面部のカメラとセンサー、デュアル RGB カメラで忠実度の高いフルカラーのパスルーによりバーチャルオブジェクトの現実世界に融合して表示できますと公式ページに記載されています。充電を行うための USB 端子に電源ボタン、ここにもカメラがありますね。これはトラッキング用かな。正面左のちっちゃな窓が環境光センサーで、覆っちゃいけないと、そうそう、クエスト2と3であったイヤホンジャックがなくなっています。右はマイクかな。左上が音量調整ボタンに、その下が新しく登場したアクションボタンです。メガネスペーサーはメガネがレンズに当たらないようにフェイスカバーの間に入れて奥行きを出すものですね。また後で見ていきます。これは標準の柔らかいソフトストラップ、個人的には調整が難しいんですよね。髪の毛がぐちゃぐちゃになりがち、重心も前に行きがちですが、寝ながら使用との相性はいいかと思います。後ほどクエスト3で使用していた公式のバッテリー付きエリートストラップに変更していきたいと思います。フェイスクッションは布製、汗が染み込むタイプです。少し固めですが個人的には気に入っています。ちなみにサードパーティー製なので、汗が染み込まないシリコン製やレザーパッド、柔らかクッションのフェイスカバーも出ています。公式だと鼻の下が光漏れがあるんですが、遮光用のノーズパッドやレンズカバーなどの商品もありますので、後ほど簡単にご紹介させていただきます。今見ているのはメガネスペーサー、 USB Type-C to C の充電ケーブル、 18W の電源アダプター。ちなみにクエスト 3S は 4324mAh で平均 2.5 時間バッテリーが持つそうです。クエスト3よりほんの少し持ちがいいみたい。急速充電したい場合は 18W 以上のアダプターを用意すればより快適になると思います。あ、外れる。これはスタンドとして活用できるんですね。よく考えられているな。今までなかった。ペリッと剥がしていきます。年輪のように溝があるようなフレネルレンズ、クエスト2と共通でクエスト3はツルツルしたパンケーキレンズを採用しています。ここが大きな差。メガネスペーサーを入れるとこんな感じです。フェイスクッションの取り外しは今までで一番やりやすいかも。こちらは耳にかけないメガネ、ジンズショートテンプル、フレームが当たらず入りました。ところが普段使用しているメガネだとやはりちょっときつめかな。後ほどドツキレンズも見ていきます。絶縁シートを抜いていきます。するとコントローラーの上部が光り、通電されたのが確認できました。左
はメニューボタン、右はメタボタンを押すと確認できます。コントローラーは単三電池1本で最初から入っています。交換する場合はここのボタンを押すと簡単にカバーが外れます。クエスト2の時よりもやりやすくなった。単三充電池の利用もいいですね。交換すればすぐに楽しめる。それでは設定をしていきますが、レンズ内の映像をお見せするためにカバーを取り外しました。事前にメタホライズンアプリをインストールしたスマートフォン、同じ Wi-Fi 環境のネットワークにつないでおきます。 3S は電源ボタンをポチッと押すだけ。 Quest 2や3は2秒間長押しだったんですよね。レンズ上にあったセンサーもなくなっています。カメラを近づけると自分の部屋に浮かぶ説明ウィンドウ、3と同じぐらい綺麗なような、最初はそんな印象でした。次に進み日本語選択、本当はもっと綺麗に見えるんですが、撮影が下手でごめんなさい。直撮りって難しいんです。ちなみに画面を見ているとわかるのですが、フレネルレンズ特徴のギザギザしたレンズの反射が見えます。クエスト2と同じ見え方かと思いますが、人によっては気になるかも。目と目の間の瞳孔間距離はクエスト2と同じで3段階調整。同じ Wi-Fi 環境のネットワークにつないでソフトアップデートで少し待ち時間があります。なお今回はすでにメタアカウントを作成している状態ですので、メタホライズアプリを立ち上げると自動的に繋がりました。初めての方はメタアカウント作成からスタートすると思いますので、少し手順は違うと思いますが、設定の流れの参考にしてみてください。再起動された後はメタホライズアプリとペアリングしていきます。スマートフォンに入れるメタホライズアプリはこのマーク、うまくつながらない場合は4桁のペアリングコードを入力する場合がありますが、今回はこのように簡単にペアリングすることができました。自動的に表示されて設定を開始。なるべくヘッドセットとスマートフォンを近づけておきます。ソフトアップデートのチェックが入り、ペアリングが完了です。本当はスマートフォンなく簡単に設定できればいいんですけどね。この後は手順通り進めていってください。また VR ゲームアプリを購入する方法として、支払い方法はクレジットカード、ペイパルに対応しています。さらにメタホライズンストアギフトカードやクエストキャッシュという方法も追加されています。これで準備が完了しました。約10分ぐらいかな。ついに始まりますよ。ようこそ。新しいヘッドセットの使い方を紹介します。これから素晴らしい体験が始まります。その準備のためのチュートリアルが3つあります。選んで始めましょう。チュートリアルは3つから選択。ユニバーサルメニューです。メニューを開いてみましょう。だいぶ内容も充実してきましたね。前からあったっけ。そうです、これはクイック設定メニューです。うん、結構画質綺麗。できましたね。周辺環境の表示を2種類から選ぶことができ、これはアクションボタンでいつでも切り替えられます。そうです、境界線が設定できたのでVR 世界に入る準備ができました。それではヘッドセット下部にあるアクションボタンを押しましょう。これが新しく登場したアクションボタン。ボタンを押してみると VR に入りました。冬山の風景にしたり、どこにいても何をしていてもいつでもアクションボタンを押せばまた室内を見ることができます。押してみましょう。もう一度押して戻った。コントローラーを使う方法と自分の手だけで操作する方法です。コントローラーを置いて手だけのハンドトラッキング操作。このような動きでアプリを探したり、このつまんで持つジェスチャーで。お疲れ様です。3つ全てのチュートリアルを終了しました。これでヘッドセットを使って素晴らしいアプリやゲームを体験する準備ができました。アクションボタンも便利かも。ここからさらにワクワクが始まります。これいいですね。自分がやりたいことを見つけられそう。このようなエクスペリエンスを試すにはユニバーサルメニューを開きます。コントローラーのメタボタンを押してください。手を上げて右の手のひらを自分の顔に向け、親指と人差し指でつまむ仕草をしてください。これでチュートリアルが終了です。本当はもう少し細かいですが、簡単にポイントだけ見てきました。最近はクエスト3のパンケーキレンズに慣れていたせいか、フレネルレンズで見るとクエスト2よりも綺麗かと思いますが、確かにギザギザした反射を感じます。きちんと固定すれば気になりませんが、少しぼやけて見えるのも確か。クエスト3のパンケーキレンズはこちら、くっきり色鮮やか。
それでは次にドツキレンズを見ていきます。メガネユーザーの方は最初に見てきたようにフェイスカバーの端にフレームが当たってしまいストレスを感じる時があります。そんな時に便利なのがドツキレンズです。クエスト2と 3S は同じ仕様なようなのでこのように付け替えることができました。レンズの傷つき防止にもなります。瞳孔間距離調整はこんな感じ。公式サードパーティー製それぞれ出ています。概要欄のリンク先も参考にどうぞ。次は標準ストラップから公式のバッテリー付きエリートストラップに変更していきます。 3S と3は共通のようなので3から取り外して 3S に取り付けてみたいと思います。後頭部のバッテリーから出ている USB-C ケーブルを取り外して奥行き調整ができるフェイスカバーの取り外し、くるっと回してストラップ根元をくるっと斜めに回すと取り外しやすいです。マジックテープ式のトップバンドを外しで、ここが結構狭い。ああ、ドツキレンズが外れてしまった。なんとか取れた。ドツキレンズは外しておくべきでした。それでは 3S の方に取り付けていきます。フェイスクッションは上下傾けると比較的簡単に取り外せました。同じように根元を持ってよし、 OK。 ヘッドバンドの取り外しは簡単。ほらこの通りスルスルっと。ちなみにクエスト 3S の重さは2や3と大体同じで 500g ちょっと。バッテリー付きストラップを取り付けると 800g 以上になります。重量は増しますが前後バランスが良くなるんですね。今まではイヤホンジャックの穴がありましたが 3S はありません。ストラップは開いていますがそこまで気になりませんね。また過去動画で様々なストラップもご紹介していますので合わせて参考にしてみてください。そうそう、クエスト2よりも音は良くなったと思います。空間サラウンド、内蔵スピーカーではなく有線のイヤホンやヘッドホンを使用したい方は今挿したところに USB-C から 3.5mm でイヤホンジャックに変換するコネクタを用意する方法もありますね。よし、これで長時間楽しめるぞ。ぴったりハマって前後バランスもよし。ただ約2万円ちょっと高め。フェイスカバーは 3S 専用のようです。サードパーティー製でもこのように標準のものにシリコンカバーを取り付けたり、丸ごと交換のふんわり柔らか、汗をはじくレザータイプ、ひんやりするアイスシルクコットンなど、通気性も良くなり、レンズカバー付属などの商品も出ています。こちらは AMVR さんのフェイスカバー。ただメガネだと入れにくいような。ここでメタクエスト3と 3S のカラーパスするの比較をしてみました。今見ている方がクエスト3、ソフトアップデートが続いて画面の歪みは少なくなりましたが、物によっては近くで見たりすると滲むような感覚があります。文字もくっきり見えるのではないでしょうか。ヘッドセット横をトントンとやると切り替えが可能です。でこちらが 3S、 アクションボタンだと録画時に画面が揺れないのはいいですね。同じように綺麗に見えます。録画上だと逆に鮮やかに見えませんか。ただ VR 上に戻ると若干ぼやけて見えるんですよね。交互に被るとよくわかります。左がクエスト3、右がクエスト 3S。 3S の方がよく見えるけど気のせいかな。録画だからでしょうか。まあ同じ体験ができるのは素晴らしい。 3S の設定ができたらまず試していただきたい内容があります。チュートリアルでもありましたがメタクエストアプリのヘルプとヒントです。操作の仕方がわからない時や困った時はこちらを見るのが一番いいと思います。中を見ると上の方はチュートリアルの復習、2番目の段が一番おすすめの基本操作を楽しみながら覚える VR、MR ゲームです。下に進むとミラーリング、アバターの作成、バーチャル環境変更、運動量がわかるムーブ、 PCVR 設定方法、アカウント追加や友達紹介など慣れてくると試してみたくなる内容がわかりやすくまとまっています。最新情報ではソフトアップデート内容を確認するなど新しい技術情報を見ることができます。困った時はヘルプ確認、今までのサポート情報を通して問題判別できる部分もあるかと思います。チュートリアルに戻りますが、初めての VR 体験ならファーストステップス、手だけの操作のファーストハンド、驚きの MR 体験ならファーストエンカウンターズ、この3つは必須です。個人的におすすめなのがメタクエストアプリクイールシアター。無料で様々なアーティストのショート 3D アニメーションを見ることができます。これが感動もの、かなりの驚きがありました。工夫されたカメラアングル、さらにアニメーションの中を自由に飛べるようになりました。ぜひ試してみてください。画面上では伝わらない見方が変わる世界が待っていると思います。そして PCVR 並みに画質が綺麗な 3S3 専用バットマンアーカムシャドウがすごい。2025年4月30日までに 3S3 を購入すると無料でついてくる作品。もう映画の主人公バットマンになった。飛んでアクションやった。人気のビートセーバーも画質が綺麗、スタイリッシュなリズムゲーム、こういったおすすめの作品やリアルなバイクレーシング、このスピード感本当に乗ってるみたい、有料ゲームも盛り上がってきた。メイン
識者になって気分は最高潮。ボクシングでいい汗かこう。でも強い。やった、なんとか勝った。嬉しい。でも体力が続かない。もう汗だく。現実世界を飛んでいるような。アプリもすごい。 YouTube VR 360度動画も心が震えます。壮大だ。青空が広がるエメラルドグリーンの海。リラックスしながらフィッシングって。大物来た。マルチにも対応しています。海の生き物たちをゆっくり観察。スキューバダイビングしている気分だ。時にはゆっくり座ってパズルゲーム VR 用意しないのがいいですね。手だけの操作。 MR にも対応しています。そして今では大人気の VR チャット。クエスト単体でも楽しめる。メニューが日本語対応になって分かりやすくなりました。 3S は入門用としておすすめかな。最後にメタクエスト 3S を体験した感想をお伝えしていきたいと思います。個人的にはメタクエスト2とほぼ同じ見え方で、いや少しだけ綺麗かな。白黒からカラーパスルーになって MR はかなり綺麗に見えました。メタクエスト3と同じ処理能力で快適に楽しめると思います。メタクエスト2と比べて VR ゲームによってスムーズに動き、画質が向上しているものもあります。ここは嬉しいポイントですね。今後クエスト2で遊べない VR ゲームや処理が追いつかない VR ゲームも出てくると思います。また内蔵スピーカーの音が良くなった印象です。見え方はフレネルレンズで同じですが、気持ち綺麗に見えると思います。クエスト2の時は気にしていませんでしたが、フレネルレンズの溝が暗い場面だと下の方に反射して見えるのが分かりました。まあこれも 3D 目が肥えたのか、意識すると気になってしまいますね。 VR ゲームに集中していれば気がつかないレベルだと思います。そしてクエスト3の方が動向間距離設定、視野角、画質の鮮やかさは上だと思います。まあスペック通りでしょうか。比べてしまうと 3S の方が少しだけぼやけた感じで見えてしまいます。視野角も少し狭くなる。ただ MR に関しては同じ体感ですね。その他のポイントとして、メタクエスト 3S はイヤホンジャックがなくなり、アクションボタンが追加されて物理的にパスするの切り替えができるようになりました。今後ボタンの内容がカスタムで変更できるようになるかもしれません。ショートカットという意味では便利かと思います。まとめると、価格を抑えた VR 体験をしたいならメタクエスト 3S、 さらに綺麗な画質優勢を求めるならメタクエスト3。基本的にはできることは同じです。 VR 入門用の初心者の方や家族で楽しむ用の追加購入にはおすすめかと思います。とにかく4万円台後半で購入できることを考えると、細かいことを気にしなければ 3S でも十分なのかなと思います。ただ人によって見え方が違うと思いますので、一度家電量販店などで体験していただくことをお勧めします。ぜひ参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。このチャンネルではメタクエストを中心とした VR 体験を実況及び解説を交えながらご紹介しています。今回の動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。